こんにちは、仰天ゆりなです。ちょっともう時間がないので、髪の毛を作りながらやっていきたいと思います。ちょっと前髪は。セット、前髪のセットが死ぬほど時間がかかるんで、ちょっと前髪をやりながらやっていきます。今日一日長いんでね。もういいんじゃない？
やべ。綺麗なのな。いや、壊滅的だ。多いのかな。え、でたたた。お、割と早くできた。ほら。で、これで焼けた髪の毛は最悪。
よしよし、アイロンしてよしよし、まあ、どうせ落ちてくるからね、ここからね。よし、ちょっと少なくしすぎたかな。いいか、できた。完成。今日は割と早めに前髪が完成しました。珍しい。いい感じに完成しました。まあ、どうせ崩れるんですけどね。今日意外に寒いですよね。どうなんだろう。意外に寒そう。暑いですよ、だって。え？マジ？マジ？マジ？そうなの？外出たら暑いんかな？この家の中マジ寒いんだけど、暖房つけてるし。ゴールデンウィーク？いいね。あちらにゴールデンウィークはないんだけどね。そうそうそう、ちらにゴールデンウィークはないんだけどね。夜も配信しますか？しない。しないです。今日は終わるの遅いんで、やらないですね。今日はずっと稽古です。はい。もうちょっとで行きますけど。いいよ、もう出ます。はい。なので15分経ったんで終了にしたいと思います。はい。終了はね。ランキング見ます。13位ふずさん、12位しまやんさん、11位たぎたぷさん、10位はるたろうさん、9位ジェリーさん、8位くだけちるタクシーさん、7位ヤングさん、9
今日は営業時間だ。おお、6位ナッティさん、5位アーさん、4位アキヒコさん、3位キリアさん、2位アキーさん、そして今日の1位はマーニャンさんです。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。多分ね、今日はお稽古を荒通しやったりとか、まあ、その前に稽古、自分らの出る稽古のやつがあったりとかで、ちょっとね、昨日さ、マジで叫びすぎてさ、いや稽古でね、ちょっとさ、叫ぶ感じ見せたか、喉死んだそうだ、昨日さ、配信さ、そう、喉がね、実はしんどかったんですよね、喋んの。そう、常に今も実はしんどいんだがだから今日は多分終わったら喉死んでんなと思って、なので、あの、朝ね、朝やっといた方が、あの、軽症で済むかなと思って、今日朝ね、行く前にね、しようと思いました。はい、なので、そういうわけでですね、今日も見ていただき本当にありがとうございました。13公演、喉が持つ気がしない13公演、喉が持つ気がしないですけど、頑張っていきたいと思います。それでは今日も見ていただきありがとうございました。お稽古を頑張っていきたいと思います。バイバーイ。